で,はですね、生成 AI を活用した SNS 反則ということで、えー、お話をしていきたいとまず1つ目なんですけどじゃあまず皆さんは SNS をする時にどういうことを考えなきゃいけないかって話をしたいと思うんですけど例えば皆さんがですねやろうと思った時にそもそもどの SNS を使った方がいいのかどういう投稿をした方がいいのか何をしたらいいのかわからないそもそも何からやったらいいんですかってところで止まっている方は結構多いと思うんですねもうそこから全部全部投稿まで全部もう AI でできるんで順番に全部 AI にさせようって話です じゃあその話をですね、今からしていきたいと思います。はい。じゃあ何をするか。ここから僕が作ったやつです。えー、5大 SNS ゴールターゲット生成ツールって書きましたが、あなたの業界を入力してください。これ、これ1個しかいらないです。で、送信とします。そうするとですね、なんか、だらだら、だらだら出てきます。で、X、まあ、旧 Twitter ですね、と、Instagram と、LINE 公式アカウントと、YouTube と TikTok。この5つでは、どういうことをしたらいいかっていうのが、今、たらたら、たら、こう出てきているんですけど、で、ポイントはどこにあるかっていうと、 それぞれぞのの SN SNS には使うコツっていうのがあるんですねどういう要素で使ったらいいかっていうのは SNS ごとで使い分けなきゃいけない。それにどういうコツに対してどういうターゲットを、ね、対象にしていけばいいかっていうことが全部これで分析で出てきます。でなんかこれだと見づらいですよね。でこのツールをまずこのように入れてもらうとちょっとでっかくしましょうか。 はい、入れてもらうとですね、はい、下に、そうすると、ここのとこに、出力したデータを、右上のコードをコピーするを押して、以下のサイトに飛んで、こうこうしてくださいって書いてるので、この書かれてる通りにやっていきます。じゃあ、 まずこ、ここを次のサイトへ飛んでくださいってこ、ここを押します。押したら、ここの中に書かれている内容すべて消してペーストしてくださいって書いているので、今コピーした内容をペーストで貼り付けます。貼り付けたら、えー、今度はこれですね、枠の左下にあるサブミットをクリックしてくださいってあるので、えー、サブミットボタンを8押します。そうすると、こんな感じでマインドマップが出てきます。で、これ見ていくと、はい、X はこういう投稿したらいいですよ。えー、リアルタイムな情報の発信に X は向いてますよとか、えー、建築に関する専門 知知識ののの提供を行いまままししししょょょうううねねとととかかキャンンペーー情報の告知に使いましょうねとかフォロワーとの交流促進しましょう、ね、で、今度、インスタグラムの場合は、えー、ビジュアルブランディングが大事なので、こういう投稿しましょうね。これが、やらなきゃいけないこと書いてて、そして、ここがどういうお客さんにやったらいいか、えー、若年層のカップルに向けてはビジュアルブランディングが大事ですよと、えー、ユーザーを生成するコンテンツのところには、えー、こういうようなお客さんに向けてやってくださいねっていうのが全部出てきます。で、LINE 公式アカウントはこうやって使ってねとか、えー、そして、YouTube はこうやって使ってねとか、 で、これをちょっと今ですね、まるっと書き出したのがこれになります。そうすると、こんな形で、X はこういう使い方したらいいよ。インスタグラムこういう使い方したらいいよ。LINE 公式アカウントはこういう使い方したらいいよ。YouTube はこういう使い方。で、ちゃんとここの出ている項目が、それぞれの SNS に向いているやり方がすべて出てきます。TikTok はこういうのをやった方がいいですよっていうのが出てきているんで、これをもとに、あなたはどの SNS を使いたいんですかっていうのが、これでわかるようになってますので、ぜひね、使ってほしいなと思います。 思うんですけどそうするとですね、ちょっとこれだと見づらいので、さっきのこれでやりますね。で、おそらく皆さんが一番知りたいと思うインスタグラムでやってみましょうか。例えば、インスタグラム開きましたら、えこんな形のが出てますよ。ね、工務店の内部スタッフの方には、え、建築の進捗を気にするお客さんに向けて、そういう情報を発信しましょうねとか、地元のイベント参加者に向けて、え、情報発信しましょうね、でストーリーを使ってやりましょうねとか、インフルエンサーを使ったらマーケティングしましょうねとかですね。え、こ,こ出てきてます。で、ここのところで、例えばですね、え、ここからどうするかっていう 言うと分かった分かったとそれ分かったんだけどで何から始めたらいいのっていう人がいるのでこういうツールを作りましたもう開いたらはい聞いてきますあなたの地域と業界とターゲットとゴールと利用する SNS の5つを入力くださいって書いてるのでここのですね投稿カレンダーを作ってほしいですを押してくださいはい押すとですね5つの項目が出てくるのでそしたらコピーしやすいですよね今皆さんこれこの中の何をやりたいかですよで例えばインスタグラムであったら例えばでゴールは何かっていうと今のところに書いてますよね ゴールは何かっていうと、ビジュアルブランディングなので、ビジュアルブランディングをするために、インスタグラムで投稿を考えるんあれば、これがゴールになります。普通は皆さん、あの、来店とか、えな、ー、んですかね。 えっと、完成見学会の集客とかになると思うんですけど、今はビジュアルブランディング選んじゃったので、これにします。で、利用 SNS は、で、これで、A いって押します。そうすると、もう月曜日から全てのスケジュールが出ます。月曜日はターゲット向けのインテリアトレンドを発信しましょう。30代女性に向けて、インテリアトレンド2024についてのインフォグラフィックを作ってください。インテリアのこれにしてくださいねと。と火曜日はこんな情報、上越市の公務店数に情報を上げなさいねと。と水曜日はこんなことはしなさいね。木曜日はこんなことはしなさいねと。というふうに順番に聞いてきますので、 この通りにやっていけばいいんだけど、そうすると今度は、いや、それ分かったんだけど、じゃあ、例えばこの月曜日からいきましょうか。月曜日の30代の女性に人気のインテリアトレンド2024のインフォグラフィックは投稿できないんですけどって言うんですよ。ね、言うでしょ。じゃあ、それも作ってもらえばいいじゃんって話なんですね。コピーしたらは、皆さん分かりました何開くか。はい、ジェンスパークを開きます。 はい。ジェーンスパークっていうサービスを開きます。そうすると、ここのところにそのまま貼り付けます。30代女性人気のインタートレンド2014で送信。そうすると、30代の女性に人気のインタートレンド2014っていう記事を今から作ります。で、作ったらその記事を参考に投稿すればって話なんですね。はい。そうすると今、エイヤーさんが調べてですね、トレンドを作ってきてくれます。 でこういうのが今のインテルのトレンドですよっていうのが今からずっと分析して出てきます。だからこれ,これをさっきは Google AI Studio とか Google Notebook で手動でやったやつが自動になってるやつですね。というイメージなんですけど、これだともう全部こうやってね出してきてくれます。で、ここの下のとこにジェン・スパークさんが作ったウェブページが2個出てきます。 2 0 2 0年の30代女性向けインテレトレンドっていうものともう一個同じようなタイトルの二つ、ほぼ同じでしたね。2つ出てきます。で、皆さん好きな方、どっちでもいいんですけど、両方でもいいんですけど、押してみてください。そうすると、それについてまとめたもう記事が出てきます。そうすると、今度は2024年の30代女性向けトレンインテレトレンドっていうものについてのページを生成します。 ねえー、今からできますので、ちょっと待ってくださいね。はい、えー、ページが出てきます。えー、これ、これ今、これ、これが終わらないとまだ今動いてるんですけど、ね、こんな感じになるじゃないですか、えー。どんどん出てきます。どんどん出てきますね。なんかどんどん出てきますね。で、こんな感じのものが出てきたら、はい、ま、えー、もなく終わると思うんですけど、 まここからどうするかですよね。これはインフォグラフィックっていう形にまとめるっていうのが、ちょっと難しいですよね。じゃ、これを。全部コピーします。ええー、とあここ。これコピーします。これをコピーし,ピーしたら。今度、また次の A. I. を開きます。これ何かっていうと、これ初出しです。ええー、と。 ナプキン AI ってやつを開きます。こ、これね、マジでやばいんで、あの、ぜひ皆さんね、使ってほしいなと思うんですけど、これ、無料です。じゃあこれ、えー、ログインしますね。はい、ログインしましたら、ここのとこで、はい、ちょっと新規作成してみたいと思うんですけど、えー、っと、あ、ジェネレートじゃない。 これあの、ワードみたいになってるんで、ここにペタッと貼り付けます。これペタッと貼り付けますよね。そしたら今、文字情報だけは貼り付けた状態になってるんだけど、そしたら、この、この左側になんか青いやつが出てきますね。青いマークみたいなやつ。なんか出てくるじゃないですか。この青いマークみたいなやつを押すとですね、ぴょんって。この内容を元に図解が出てきます。今、こ、この図解出てきたんだけど、 いや、こんなパターンがいいんならこんなパターン。え、こんなのいいならこんなパターン。こんない,いなこんな。こんなのい,いならこんな。なんかこれ,これ、あ、これ素敵だなとこれとかね。あ、こういうのいいねと。あ、こんな感じがいいねとこれ。いろんなパターン出てくるんですね。で、で、これがいいなと思ったらこれにすればいいじゃん。で、これ全部ここのとこ押していけば、えー、全部出てくるんですね。今度はこれ。ちょっとこれ確定ね。 はいえー、今度は、えー、ここのとこ、今度はここのとこ、ここのとこってやっていくと、で、これを、まあいいんだけど、ここの G 直したいんだよね、と。っていうと、ここ編集できます。ここのとこ2024は嫌だから、2024は消したいんだよっていう場合は、この G をですね、2024を消して、ただのインテリアトレンドだけにするとかですね。これ消えたでしょで、ここも、ここを押して、いや、これちょっと別の、 マークに変えたいんだよっていう場合は、別のマークに変えたりできます。これ、これ、これじゃなくて、ほら、変わってるでしょこれ、チカチカチカあ、これがいいよって。っていうような形で変えていくことができる。で、今度これをこれ、これね、これをダウンロード。<laughs> ダウンロードって押してもらうと、これが、あの、ちょっとこれちっちゃくて見えないかな。PNG、画像ファイルでダウンロードするのか、で、これでダウンロードしてもらうと、これがダウンロードされたので、これを ペタッと貼り付けて、これを元にインスタグラム投稿を写真1枚つけてね、やりましょうと。でその時に、この内容をビャーッとコピーして、この内容を文章中に書いていけばいいじゃんと。そしたら、インスタグラムの投稿に、こういうのが文章中に入ってたら読,み読めねえじゃんって話になるから、じゃあこれをインスタグラムの文章に直しましょうって AI をまた使えばいいんですね。つまり結局、もうそれぞれの業界に全部特化した SNS、AI があるので、 こういうのを使っていくと全部できる。で、自分がやることと他人がやること、AA がやることを全部分類できればですね、今のようなお仕事ができていきますというものなんで、基本的にこのカレンダーを作ると、あとはもうやりなさいって話になるので、じゃあここに言われている通り、画像を生成することもできるし、文字を書くこともできるし、そしてジェンスパーク使って分析してやっていくこともできるので、そうするとですね、ここまでの作業っていうのは全部皆さんできる。 もっと言えば、この後話しますけど、この内容をもとにショート動画作ることもできるし、この内容をもとにブログ確保もできるし、ホームページ作ることもできるし、つまりもうアイディアさえ決まっちゃえば、アイディアをもとに SNS の投稿だろうが、ブログだろうが、ホームページだろうが、全部できちゃう。だってそれ今まで人間がやってた人間がアイディアを決めたら、その先のもの全部人間やってたでしょ。人間何やってたかパソコンで作ってましたよね。っていうことは全部 AI でできるって話。で、これあの、初回の時に皆さんにお話したのは、この、 画像を生成することはできるんだけど、図解は作れないって言ってたじゃないですか。覚えてます文字を日本語を入れて図解作るのはできないんだけど、年内にできるかねとか言ってたのが、できるようになっちゃいました。<laughs> ついこの間です。で、これが今までは日本語対応されてなかったんですね。さっきのナプキン AI ってやつ。これがついこの間から日本語対応されたんですね。で、このぐらい AI の進化のスピードが速いんですよ。 だからみな皆さんは本当にこの1か月ぐらいの間にこの速さを皆さん実感されてると思うんだけど僕嘘言ってるんではなくて1か月前なかったんですよ、本当に。<laughs> っていうのがこの1か月の間にもこのぐらい進化しているのでとなると来年ね、その IQ120 ぐらいの AA が出てもおかしくないって意味がわかりますよねっていうことです。なので投稿カレンダーを作ってみたらあとは言われる通りにやりましょうねって話です。 でおそらくこの先どうなってくるかっていうと例えばルームツアーの動画を撮らなきゃいけないとか例えばその、えー、と住宅の写真撮らなきゃいけないっていうのはこれ AI はできないわけですよもう、ねまま、安心してくださいこれも全部できるようになるからそのうちここにロボットが現れてロボットがドローンが現れて勝手に写真撮影して投稿するようになるからでも現時点ではそれがまだないから だから実際の現物を写真撮ったり動画撮ったりするのはまだ皆さんの仕事なんだけどそのどういう写真撮ったらいいかどういう動画作ったらいいかどういう台本作ったらいいかは全ても AI でできますできないのは写真撮る動画を撮る行為だけは皆さんが考えてあるのか言われた通りに撮るのかっていうところまではできるということですねということで一つ目に紹介したのは SNS の まず投稿ネタを考えましょうということとスケジュール生成をしましょうということが AI でできるようになったとっいう話ですねご視聴ありがとうございました続きをご覧になりたい方は教材を買って勉強しましょう面倒な作業から解放生成 AI を活用した SNS 反則生成 AI を活用した検索エンジン集客と SNS 反則という4つの教材の今回が最終回となります生成 AI で 膨大なデータを分析してコンテンツ化する方法。生成 AI で SNS 投稿のネタとスケジュールを生成する方法。生成 AI で Twitter のスレッド、今 X ですね、連続ポストを作成する方法。生成 AI で Instagram のカルセル投稿を作成する方法。生成 AI にテキストからスライドを作成する。さらにはマインドマップ、図解、音声を作成する方法。 生成 AI で動画を撮らずにショート動画を作成する方法。生成 AI でショート動画で使える音楽を生成する方法。生成 AI で顧客対応のチャットボットを作成する方法。生成 AI で分身のデジタルヒューマンを作成する方法。デジタルヒューマンを取り組む前にやるべきこと。この教材、レジュメ、 109ページ PDF で差し上げます。セミナー映像2時間51分。セミナー音源2時間51分。スカイプ相談1時間がついて5000円で販売します。視聴した後、わからない点があれば、後からですね、Zoom やスカイプなどを通してアドバイスや相談を受けることもできますので、よかったら教材買って勉強しましょう。